IPA フォント、IPA フォント、IPA フォントとは、独立行政法人情報処理推進機構によって配布されているコンピュータ用のフォントセットの一つであり、一般ユーザーの日常的な印刷に使用できる、品ーの日本語、アウトラインフォントである。2009年、平成21年公開の IPax フォントバージョン001以降及び、IPA フォントバージョン003以降は、 オープンソースの定義に合致したライセンスでライセンスされている。IPA フォントは以下の書体で構成されている、括弧内は英語環境での表記。トルータイプアウトラインのオーパンタイプフォントであり、g i s x 0 2 1 3 2 0 0 4に準拠している。ただし、一部の OS で正常に認識されないという問題があったために、バージョン3.02からはフォントファイルの拡張子が otif から t t f に変更されている。なお、2008年、平成20年2月にリリースされたバージョン00にまではトルータイプフォントでありビットマップフォントのデータを含んでいた。また次の IPAUI ゴシックが含まれていた。2010年2月26日には IPax フォント、IPax 明朝、IPax ゴシックが公開された。 トルータイプアウトラインのオパンタイプフォントである。固定幅と変動幅のフォントを分離していた従来の IPA フォントとは異なり、日本語文書作成時の関連に沿って和文文字、かな、役物、漢字を固定幅、応文文字を変動幅として単一のフォントに統合されたのが特徴である。初期状態では和文は等幅だが対応アプリケーションでは オパンタイプのレイアウトタグで和文も変動幅、プロポーヨナル幅に切り替えることができる。ユニコードのイタイアザセレクタであるイベス、アドビジャパン1コレクションの一部にも対応しており、JISX-0213-2004 でイジアザ型が変更される以前の字型、いわゆる JIS90 の字形をバージョン2.01の時点で352文字サポートしている。また、 バージョン3.01では、IPUX フォントに収録している c j k 五漢漢カン字93文字に SVS を実装した。2011年10月には、一本ゲミオョウが公開された。トルータイプアウトラインのオパンタイプフォントであり、文字情報基盤整備事業の文字情報基盤文字、情報一覧表、MJ 文字情報一覧表にある58,862文字に、 及ぶ漢字のグリフが収録されている。イタイアザセレクタのイベスを利用することで、文字、情報コレクションにあるイタイアザ約1万通りが利用できる。ただし利用するためには、マイクロソフトワード2007以降やイチタロウ2014以降などといったイベスに対応したアプリケーションが必要である。IPA はこの本を人名の表記等で、 細かな字型の際を特別に使い分ける必要のある業務等での活用を想定しているとしており一般的な用途にはこれの代わりに i p a スフォントの使用を推奨している2017年12月には ISO IEC 1646の第5版と iBOD の新版が発行され文字情報基盤整備事業のすべての漢字の企画化が完了した 2018年1月にはこれらの企画に対応したバージョン5.01がリリースされた。なおこのバージョンでは変態仮名についてもユニコード10.0で定義された符号位置に基づき符号付けが行われている。IPA フォントは株式会社タイプバンクが IPA に納入したものでフォントデザイナーの林隆雄によってデザインされた TB 名朝ゴシックがベースとなっている。 2003年11月28日、情報処理推進機構の前身である、情報処理振興事業協会は、無償使用可能な日本語フォント一式の入札広告を行った。2004年、IPA の2003年度オープンソフトウェア、活用基盤整備事業、オープンソース GIS プラットフォームの開発の成果物である、グラス g i s マップサーバー、 ポストギスに添付される形で IPA フォントが公開された。当初のライセンスでは再配布にあたってはこのフォントが IPA フォントであることを明示する必要があり、またその派生物を改変し再配布する場合にも適用された。IPA フォント自体の単体配布は認められておらず、IPA フォントが含まれているソフトウェア、グラスなどに同梱して配布する必要があった。 なお IPA フォントは利用範囲について明記されていないが、グラス開発元であるオークニーの担当者は、グラス以外からの利用についても問題ないとの見解を示している。2007年10月1日、一般利用者向けに IPA フォント単体の無償配布が開始された。新たに定められた一般利用者向けの使用許諾契約書、エンドユーザーライセンスの条件では、商用。 非商用を問わずそのままの形で、フォントファイルの複製、再配布が可能となったものの、フォントのデザインを変更するなどの改変は認められていなかった。つまり、グラスなどの成果物に添付されたフォントは改変したものを再同梱し配布することが可能だが、単体配布版については不可だった。IPA は、その後、2008年10月に、 IPA フォント使用許諾契約書の改定作業及び英語版作成作業事前確認公募を行い、ライセンスの改定作業を行った。2009年4月20日、IPA フォントバージョン003が配布開始された。この版からオープンソースの定義に合致していると、オープンソースイニシアティブに認定された IPA フォントライセンスが適用され、 同ライセンスでは改変の条件として、派生物には IPA の名称を使用してはならない、オリジナルの IPA フォントに戻せる方法を提供しなければならない、といった制約を課している。まず、2009年5月、デビアン GNU、Linux 不安定版のノン、フリーセクションに単体配布版が収録され配布されるようになった。2011年2月現在、 IPA フォントはテスト版や安定版においても公式配布が行われている。JISX0213-2004 版以外に一部グリフが異なる JISX0208-1997 版も用意されている。さらに i p a x フォントの配布が追加されている。Ubuntu で作られたタカオフォントも入っている。Fedora11 よりオープンソース版が リパフォンツの名称の RPM パッケージで収録されるようになった。デフォルトではインストールされず、YAM などを使いユーザーが任意でインストールを行う。Ubuntu 10.04以降の日本5ローカライズ版においては IPA フォントから派生した高尾フォントがインストールされている。8.04以前は Ubuntu の日本5ローカライズ版において IPA フォントが デフォルトで収録され利用可能であったが、8.10から日本語フォントは v l ゴシックフォントファミリーが標準となり、IPA フォントはデフォルトでは収録されなくなった。これは当時の IPA フォントが単体での改変、再配布を認めないことが理由であり、利用する場合はセットアップヘルパなどを通じてユーザー自身でインストールする必要があった。その後、 オープンソース版がリリースされたことにより、Ubuntu のリポジトリからインストールできるようになり、Ubuntu ジャパニーズチームで再び日本語標準フォントとしての採用が検討れたが、そのままでは一部のアプリケーションで半角幅の文字が全角幅で表示される、日本語変換の未確定文字列に下線が表示されない、などの問題があり、改変したフォントの再配布にあたっては、 ライセンスの制限で IPA フォントの名称が使えないため IPA フォントの採用そのものはまたも見送られることとなった。大対策として同プロジェクトは自身で派生フォント、高尾フォントの開発、保守を行うことにした。Ubuntu ジャパニーズチームが開発、保守を行っている。名称は IPA フォントのベースである t v 明朝、ゴシックのデザイナー林高尾に由来する。 2010年2月15日に最初のリリースが公開された。M フォンツに i p a シックのグリフを加えたミゲミックスミグフォントがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。